どうも。見てください、ここメトロシティ、マイクハガー記念スタジアムに若きファイターたちが集いました。今日はこのスタジアムの本格オープンに先立って開催されるノービスリーグの模様をお伝えしようと思います。というわけで、ハロー良いこと、それ以外のみんな、エターニティです。メトロシティといえば以前から格闘に縁のある街、ファイターたちも気合が入ってますね。ちょっとお話を伺いましょう。カーノービスリーグは新人発掘プログラムなので、選手の皆さん、こういった試合に出るのは初めてなんですよね。意気込みはいかがですか。私には勝たなくてはいけない理由がある。わあ、とても気合が入ってるようです。会場は公式オープン前ということもあって無観客なんですが、熱い試合内容はこのエターニティがバッチリ中継。オープンチューブ、ステイチューン。さあ開幕、両者はどう動くか。あっという間に画面端、どう切り抜ける。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。さあここでカウンターが決まって大きなダメージ。ここはゲージを使って SA 選択、まとまったダメージが欲しいか。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、ここは飛び道具で牽制、中足を見せて、この隙は見逃さない。バニッシュカウンターからの反撃、お互い後がない。スーパーツにゲージを使っていった。プレイヤー1、これで体力は5、 KO。 プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。集団が降ってくる。うまくラインを押し返した。ジャンプ攻撃への警戒は十分。投げは抜けられず、ターゲットコンボを選択。落ち着いている。この距離は弾飛ばれなければ超強力。バーンとしている。技と技が交錯する。中足が刺さる。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。ここが正念場だ。フィニッシュ。1回戦を勝ち上がったファイターたちによりこれより2回戦です。何？
注目のファーストラウンド、何が起きる？ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。ターゲットコンボをしっかり決めていく。プレイヤー1、はい、ここで SA 火力を上げる。 PC を使ったコンボルート、投げがうまく噛み合っていいダメージとなる。どちらもあとワンタッチ欲しいところか。KO！ プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ダイヤシーからの PC を使ったコンボルート、ここは投げを見せてガードを崩す。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。ここで位置が入れ替わる。集団が降ってくる。 SA にゲージを回す、使っていくか。ダイヤシからチャンスになるか。捕まえて投げ飛ばす。投げて上、うまくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。ゲージを使う判断どうなる。 KO！ さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。ファイナルラウンド、この中段はやや露骨だったか。しまった、上から来た。これはカウンターになった。中央まで戻ってきた。打ち込んでいった。さあこれは痛いぞ。 SA、 ここからが正念場。投げる、ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。うまく投げが通った。中足からの弾力が問われる状況になった。プレイヤー1、この画面端でどこかで勝負あり。いよいよ大詰め、決勝戦となりました。あなた、いいか、忠告だ。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。あっという間に画面端、どう切り抜ける。カウンターで投げてからターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。ここで弾によるプレッシャーをかけていく。さあまずは飛び道具での牽制、一進一退のまま試合は中盤へ。大きく試合が動き出すか。どうだ、そこ。ターゲットコンボを叩き込む。上は見えている。さあ逃げ場はなくなった。どうしてPC を使ったコンボルート、気持ちで技を当てに行く。行く、倒しきる。プレイヤー2、貴
重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ターゲットコンボを選択、落ち着いている。ターゲットコンボを叩き込む。どうだ、外野縛らいが伸びる。ここで一気に壁までもつれ込んだ。壁際での球打ち、丁寧にプレッシャーをかけていく。プレイヤー1、若干体力リード。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。TCQ でコンボを伸ばす。前に投げて、壁はまだそこにある。浮き散り落として、壁際脱出。試合は終盤、ここからの一発はもらえない。ジャンプ攻撃は可能、なんとかしのいだ。前、頭上がガラ空き。ここでフィニッシュ。もうやるしかない、駆け抜けるしかない状況。噛み合った形。バックステップ、付き合わない選択。プレイヤー1、ここが勝負どころ。投げる、捕まえて投げ飛ばす。プレイヤー1、わずかなリードが大きなアドバンテージを生むか。たまによる揺さぶり、飛び道具が生きる距離。攻撃が通って大きなダメージになるか。 DC 選択からのいい形で SA を絡めてきた。弾力が問われる状況になった。手は飛ぶような残り体力、ミスは許さない。ふむふむ、強さとは何かなんてふと思って、基礎トレーニングを受けたばかりでこの大会に。すごいですね。まだ初々しさの残る期待のルーキーってところでしょうか。残念ながら本大会は中止になりそうなんですが、熱い戦いぶりはしっかり中継できました。ノービスリーグを制した新たなファイターの動向は今後も世界から注目を集めそうです。というわけで、今日はここメトロシティマイク・ハガー記念スタジアムよりノービスリーグ熱戦の様子をエターニティがお送りしました。バイバイワン、また見てね。
いや。友よ、また会う日まで。
なあなあそういえば、ちなみに、それじゃあ、いらっしゃいませ。なあ。なあ、そう、
そうそう、